ですね、この前近くの薬局行ってた時にお会計をしてたんですよね。でお会計して、で、まあ、レシートもらう時になんかレシートと一緒にね、当たり券ですみたいな、なんかね、当たり券が出てきたんだよ。でなんかその内容を見ると、なんかキリンのなんか飲み物、炭酸飲料、これなんですけれども、これを1本買ったら T ポイントが15ポイント入りますっていうような当たり券だったんですよ。で、あ、俺これめっちゃいいじゃんって思っちゃって、15ポイントって結構高いんですよ。15ポイントすげーって思ったから、次の日の夜にまあ、そこのね、薬局、同じ薬局行って、でそのね、キリンのこのジュースでね、探したんですよ。そしたらなかったんですよ。ないはずないでしょ、マジでおかしい。ここのお店でキリンレモン買ったら15ポイントもらえますよっつって買いに行ったのに、ないって、なんやねん、詐欺だ。お金1円も取られてないけど。わーどうもこんにちは、パンチパンダです、よろしくお願いします。パンチパンダが大学4年生の頃、同じ研究室だった、まあ、男の人がいるんですけれども、その人がね、ちょっとね、きつかったんで、ちょっとその話をしていこうかなって思います。研究室で嫌われるのすっごいきついよ。まあね、俺の研究室って本当にね、少人数で10人行くか行かないかくらいの人数だったんですけれども、その人ね、確かね、大学3年生か4年生、多分ね、3年生だと思うんですけれども、3年生の時に他の大学から編入してきた、まあ、人だったんですよ。で、しかもなんかね、年齢がね、確かね、大学4年生の頃に25とか26歳くらいの、まあ、方で、あれ、いたっけな、この人って思いながらも、同じ研究室になって、あ、よろしくお願いします、パンチパンダです、みたいな感じで、ね、まあ、最初の頃挨拶して、で、まあ、一緒の研究室のメンバーとして一緒に頑張りましょう、みたいな感じで、で、まあ、ね、やっぱ研究室の主なさ、やっぱ課題というか目標としては、卒論をきっちりやるっていう、だから、ね、まあ、理系だったんで、理系のね、卒論って、研究というか、まあ、俺はね、工学部だったんで、何かを作って、その作ったものの過程とか、どういった経緯でこういうものを作ったとか、で、ね、どういう方法でこういう実験をして、で、ここでちょっとミスったから、まあ、こういう訂正をしました、みたいな感じのを話して、で、今後ね、こういう実験をやったら、まあ、こういうね、ものを作っていけるんじゃないかなとか、こういうものに役立つんじゃないかなとか、そういうものを発表するのが大体の理系の、まあ、工学系の、まあ、方たちの卒論発表だと思うんですけれども、それをね、パンチパンダ、ほんとね、去年やってたんですよ。だからね、去年 YouTube も結構ね、ほんとほぼほぼ毎日動画上げながらも、まあ、そういう、まあ、研究とかしてて、まあ、結構大変だったんで、大変だったでしょ、パンチパンダ。うん、まあ、大学4年生って卒論とか就活とかいろいろ重なっちゃって、それでちょっと詰まっちゃうと、うわーってなっちゃうよね。で、まあ、だからパンチパンダも最初の頃は普通、まあ、ね、ほんとね、俺ね、目立たないようにしようって思って、研究室では多分ね、卒論とかは多分普通にしてれば受かるだろうと、このままこの調子でいけば何もなくね、過ごせればパンチパンダもね、普通に卒業できるだろうって思ってたから、なんかちょっとヘマこかないようにね、ちょっと目立たないようにしてたんですよ。みんなとね、同様にもうみんな潜伏ですよ、潜伏で、まあ、よろしくお願いしますっていうような形で普通にね、まあ、研究室にいたんですけれども、その子ね、編入生だったから、俺がね、大学2年生の時に受けてた必修の実験系の、まあ、授業があるんですけれども、それを大学4年生のその卒論研究やりながら、それもやってたんですよ。でね、そのね、実験のね、やつね、レポートがすごいんですよ。1週間に1つのレポートを出さなきゃいけなくて、でそのレポートがね、なんか普通にレポート用紙にバーって手書きで、でしかもそれを20枚ぐらいのレポートを出さなきゃいけないんですよ。でそれが本当にね、俺が大学2年生の頃マジでね、あれ本当に辛くて、でそれを大学4年生の頃にやっていたから、その子ね、めちゃくちゃ大変そうだったんですよ。でね、大学4年生の5月ぐらいからだんだん、そのレポート見せてみたいな、だから他のこの同じ研究室のメンバーに、ねえねえ、このレポート見せてくんない？え、まだ持ってない？ねえ、なんかちょうだいよみたいな感じですごい言い寄ってくるようになってきたんですよ。でね、パンチパンダってなんかね、見た目がちょっと怖いな。そう、なんかパンチパンダね、黙って、普段ね、そういうね、研究室とかにいた時ね、ほんと黙ってるんですよ。だからね、みんなね、カメラの前のパンチパンダは本当のパンチパンダと思わないで。もうだから正直なこと言うと、なんかね、俺ほんとね、研究室では、すごい黙ってて、ほんとにもう無口なんですよ。で、無口だし、なんかちょっとね、パンチパンダね、なんか、なんだろうね、なんかね、話さなかったらね、すごいなんかちょっと怖がられるんですよね。そう、だからちょっと怖がられてて、俺にはね、全然言い寄ってこなかったんですよ。でね、研究室
のメンバーって、だからさっきも言った通り10人行くか行かないかくらいの人数だったんで、ちょっとね煙たがられ始めたんだよね。でまあ研究室って結構ね、まあ、午前中から、まあ、夜遅くまでやったりとかする日もあったんで、あのねなんか一緒にご飯食べに行くんですよ。なんかあじゃあそろそろご飯行こうみたいな感じで、であの、まあ、東京の大学だったんで近所になんかそういうお店とかにたくさんあって、でまあその近所のところに行ってご飯食べに行ったりとかしてたんですけれども、あのねその男の子、その編入してきた男の子ね、ちょっとなんかね生きてるような性格だったんですよ。その子と一緒に外歩くと、なんか女の子の集団とか見かけたら、えナンパしちゃうあの子たち、絶対しないんですよ。しないけれどもそういうこと言うのがなんか好きなのかな、まあ、しょうもねえなって聞きながらね、俺は黙ってついてたんですけれどもそう、まあ、そういう子で、あとなんだろうな、なんかねすごかったんですよね。だからあのグループライン、研究室のメンバーでグループライン作ってはいたんですけれども、なんかそのラインの中でもその子なんかね、あの最初の頃すっごいなんかよくわかんないんだけどめちゃくちゃ自己紹介してきたりとか、あとなんだろうな、いろいろなんかねすごい絡んでくるんですよ。俺としては本当にもうね、そのグループラインはマジで事務的なことしか、まあ、使いたくなかったんですよ。本当になんかねプライベートなね、あの仲良くしようとか、まあ、そういうのもありだと思うんだけれども、その子ねなんかそのなんか研究室の先生のことを書いたりとか、そのなんかね今日休んだら休んだってなんで休んだのみたいな感じで、そういうなんかすっごいしつこく、まあ、LINE してきたりとかいう子で、ちょっとねだからちょっと変わってたんですよ。パンチパンだから見てもすごい変わってた。そう、それで10月11月ぐらいかな、なんかねその研究室のメンバーの一人が言ったんですよ。おいお前だからあのレポートぐらいは自分でやれと、俺たちも研究で忙しいし就活もまだ終わってないやつもいるということで、あのちょっとお前黙れっていうことで一回ちょっとね10月か11月ぐらいに怒られて、そっからおとなしくなったんですけれども、本当にねひどかったっていう話はい話でした。これからね研究室とかあとはセミナーかな、文系の人たちっていうのはそういうのでまあちょっとグループになると思うんですけれども、そのだから俺が大学1年生の頃から、まあ、絡んでた人たちとはまた別のもう強制的にね一緒にやってくださいっていうような人たちと、まあ、そういうグループを構成させられると思うんですけれども、そういう時にやっぱりね俺はあんまり浮いた行動っていうのは しない方がいいんじゃないかなと。就職する人もいるし、大学院に進学する人もいるし、それぞれなんか進路はバラバラだと思うんですけれども、その直前に、なんかそういうなんかいざこざとか起きたら、まあ、ちょっとね、嫌な気持ちにはなると思うんで。ただね、俺のね、その研究室のメンバーは、一人ね、ちょっとね、進学というか、大学4年生の頃に留年しちゃって、で、その理由としては、本当にもうね、なんか大学4年生の頃から、全く大学に来なくなっちゃったんだよね。まあ、だからそういう人もいるんですけれども、まあ、だからそのね、編入してきた子は、多分大学院に行ったと思うし、で、まあ、俺らみたいな就職組とかは、まあ、普通に就職して、とか、そんな感じだったんで、まあ、トータル的に見たらまあ良かったんじゃないかなって思います。ということで、はい、パンチパンダでした。もしよかったね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてなんかね、まあ大学でちょっとなんか悩んでることとかあったら普通にツイッターとかで DM 送ってくれてもいいし、なんかコメント欄でねコメントしてくれてもいいので、はい、パンチパンダでした。じゃあもしよかったらまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。